ノエル・コアペルはフランスの画家である装飾画家として知られる。よく知られた二人の画家、ノエル・ニコラ・コアペルの下でルーブル宮殿の重要な装飾画の制作を任された。1655年からは王室からの直接の注文を受けてルーブル宮殿の天井画などを制作した。1659年に 王立会が彫刻アカデミーの会員に推薦されるが、仕事が忙しく、会員となるために必要なアカデミーに提出する、作品を仕上げたのは1663年になってからであった。1664年にアカデミーの助教授に任じられた。1672年にルイ14世の財務総監、ジャンバティスト・コルベールの推薦で、在ローマ・フランスアカデミーの校長に、 初代のシャルルエラールに代わって就任するように命じられた。コアペルは息子のアントワーヌ・コアペルと義理の兄弟となった風景画家エローと共にローマに赴任した。1673年から1675年の間校長を務め学生の授業のために教材を作り毎晩学生たちを指導した。この間、 ベルサイユ宮殿を飾ることになる5枚の絵画も仕上げた。ローマではカルロ・マラッタやジャン・ロレンツ・ォベルニーニといったイタリアの画家とも親しくなった。3年間のローマ滞在後にパリに戻り、装飾画の仕事に戻った。1689年にアカデミーの副学部長、1690年に学部長となり、ピエール・ミニャールが1695年に没死したのを、 受けて、学長を継いだ。1702年に学部長に戻った。1705年、77歳になっていたが、教会のフレスコ画の仕事をして、体調を崩し、1707年に没した。1969年に、マドレーヌ・エローと結婚し、アントワーヌ・コアペルが生まれた。百八十五年に再婚した、アンヌ・フランソワー,ーズ・ペランとの間に、エル・ニコラ・コペルが、 生まれた二人の息子は画家として知られている。ありがとうございます。